地震情報、最大震度は1です。28日7時59分ごろ、最大震度1を観測する地震がありました。震源は長野県南部、震源の深さは 10km、マグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度1を、山梨県中、西部、長野県中部、長野県南部の山梨北杜市、富士川町、諏訪市、伊那市、茅野市、長野南牧村、下諏訪町、富士見町、南箕輪村で観測しています。繰り返します。28日7時59分ごろ、最大震度1を観測する地震がありました。震源は長野県南部、震源の深さは 10km、マグニチュードは 3.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度1を、山梨北杜市、富士川町、諏訪市、伊那市、茅野市、長野南牧村、下諏訪町、富士見町、南箕輪村で観測しています。